先般の住民投票の、秘訣をもって植物、動物、昆虫などへの影響をどう考えるなかなど市長にちょっと直接お伺いしたいんですけども、協定書の内容を前提とした広域行政による行政施策の一元化には一切聞かれていないということなんですね。また今後のそういうことはあまり考えなかったですけどね。松井市長、それはあの僕が知事時代。次のご質問は朝日新聞さん。朝日新聞かと申します。先日のですね、毎日新聞さんの報道で府所蔵の現代美術作品105点がですね、先島庁舎の地下3階の駐車場に保管されていたという報道がありました。評価額は2億2000万円ということで、かなり価値のある作品なのかなと思うんですが、まずこの点について知事の受け止めを聞かせてください。はい、まず管理方法としては不適切だと思います。不適切だったと思います。やはり美術品に対してその作られた方が思いを持って作られた方がいらっしゃいますので、それは購入の場合でも寄贈を受けた場合でもやっぱりリスペクトというのが大切だと思ってますし、そこがやっぱり保管方法では僕は、感じ取れないし、僕は不適切だと思います。じゃあこの6年間、具体的に何かこう支障があったのかというと、そこ確認しましたけど、それはなかったということでした。6年間でこの地下の3階のところですかね、1回水漏れはあったということですけれども、当然作品にはかかってないということですし、具体的に、温度もある程度一定化しているみたいなんですけれども、具体的な何かこう、支障があったというこの6年間においてね、いうわけではないとは報告を受けましたけれども、やはり保管方法としては僕は不適切だというふうに思います。その経緯を確認しても、当初この先島庁舎の庁舎内に保管してたもんですけれども、民間活用していこうという中で、これは移転する必要があると。で、移転する先をこう見つけるまでの、当面の間ということで、変化が少ない環境ということで、この場所をですね、ある意味学芸員の指導の下で、この決定をしたと。そしてこの間も毎月2回職員がこの状況についての確認というか、そういったことも行ったということですけれども、その当面というところがこう6年間伸びてしまっているということが、やっぱり僕は問題だというふうに思っています。その上で1点確認なんですが、2017年からということで6年間、保管されていたと。この間ですね、非常に長い期間なんですけれども、こういった状況であるというふうなことを知事自身がこの確認したことはありますか？それはないですね。報告も受けてないですし、初めて、この報道で初めて知りました。ありがとうございます。先ほど、専門家のチームを立ち上げてご検討されるということでしたけれども、その答申が出るまでは今の保管方法をご継続されるのかというのと、あと仮にそうだとすると、いつ頃までに変更方法を保管方法を変更したいとお考えか、時期的な目標をお聞かせください。はい、僕はこの今の保管方法は不適切だと思ってますので、保管場所の変更の指示をいたしました。速やかに保管場所については変更されることになると思います。なのでこの答申を、待たずして保管場所は変更するということになります。ただそこもやはり保管場所を変更することで、今の場所ってやっぱ誰でもが入れるところなので、やっぱりそれはまずいだろうというふうに思いますし、やっぱり地下の駐車場でこのビニールシートがかかった状態で安全の柵がある、これやっぱり作品に対するリスペクトが僕は感じられないなと思いますから、完璧な保管方法とはならないかもしれませんけれども、やはりきちんと盗難の恐れを防げるような隔離された場所での保管に速やかに移転すべきだと思います。でこれは聞くと油絵とかそういった絵画のようなものではなくて、鋼材を使った作品が主だということで、熱とかにはそこまで他の美術品よりは比較的強いものだというふうにも聞いてます。夏場ということではありますけれども、まずこの保管場所については変更をいたします。適切な保管場所に変える、その指示をいたしました。だからそれをやります。かつては民間の倉庫で保管していたというお話ですけれども、その場合なんていうか環境は良くなる分経費もかかるというお話かと思いますが、そのあたりは どのように知事の中では整理されてますでしょうか？僕はまずはね、浮遊施設の中でどこか空いてるスペースをなんとか探してそこで保管すべきだという、その場所をまず探すべきだと指示をいたしました。でこれもちろん民間の倉庫で保管したらすぐ解決はするんですけど、やっぱり数千万円単位 の保管料がかかると。でこれをじゃあ税金で捻出する費用を払うということに対して、やはりここは
反対意見もあると思います。で ここの地下3階の保管ですけれども、まあ、ここは当然そのなんていうのかな、僕は不適切だと思うんですけれども、まあ、一定程度保管場所として盗難の恐れは、まあ、あるとは思うんですけれどね、今まで6年間保管をしてきて、何か今急にこの民間の倉庫にお金をかけてやるというのも少し違うと思ってますので、先ほど申し上げた通り鋼材等で比較的熱とかにも強い作品だとも聞いてますから、何らかその完璧にこうやって人が住むようなクーラーが効いた場所じゃないかもしれないけれども、適切に保管できる場所がないか、それはそこを探して、そこは庁舎管理にも指示をしましたから、そこのでき他の浮遊施設等で保管の可能性を指示をいたしました。どうしてもない場合は民間になってしまうかもしれないけれども、僕はものもやっぱり負でまずは保管を数千万の税金を使って保管せずとも保管する方法があると思ってますから、そこについてまず最初に検討の指示をいたしました。それからどうしてもない場合は、まあ、あり得るかもしれませんが、まずは浮遊施設での保管をするということになると思います。でもその保管場所が変わったとしても、やはりなんていうかな、その根本の解決にはなってないんですね。なのでやっぱり根本の解決はやっぱり作品ですから、人の目に触れるべくして僕は生まれてきたものだと思ってますから、人の目に触れるように芸術品ですから、そのための方法をよく考えたいと。でそれを専門家の意見も聞いてやると。で単純にもう美術館を作るというのは府ではもうやりませんので、その美術館を作らないという前提でこの美術品を、まあ、いかに活用を展示する方法、これはやっぱり美術の専門家の視点も必要だと思いますから、そういったものを意見を答申を受けたいと思います。105点ありますので、まあ、それぞれが一箇所に全て集まって美術館にならなくとも、一つ一つやっぱり作品の価値があるものだと思ってますから、場合によっては分立されたような形であったとしても、作品が人の目に触れるということが大切だと思います。その方策をちょっとその方策を、まあ、この美術品展示特別チームを立ち上げて検討をします。検討してもらいます。今の点に関連してなんですけれども、この特別チームっていうのはその専門家、例えば規模だとか何人ぐらいだとか、まあ、例えばあとは、設立の時期ですねっていう目処があれば教えてください。美術の専門家を中心に数名で立ち上げてもらいたいと思います。でもうこれは立ち上げ時期はもう直ちに、立ち上げます。まあ、速やかにその立ち上がった上で意見を答申を受けたいなと思ってますので、何人っていうのは具体的に決まってるわけじゃないんですけど、まあ数名規模かなと、5名以内の数名規模じゃないかなと僕は思っています。できるだけやっぱりこれ作品の評価が重要だと思うんですよ。やっぱその美術の専門家に入ってもらいたいと僕は思ってます。で僕なんかがわからないから、例えばじゃあそれ大阪府これ先島庁舎で起きてますけど、先島庁舎の上の展望台のところに美術品を置いたら人の目にも触れて外の景色も美術品も触れていいんじゃないかとか、これは素人で思っちゃうけど、それで決めるとやっぱおかしくなってくると思うので、作品のコンセプトとか作品のこの意味とか、あるいはその性質とかがあるので、多分ここは僕みたいな素人が判断するんではなくて、そういった専門家でぜひ評価してもらって、こういうところに設置できるんじゃないかっていうのをね、大阪府全体の中でちょっと場所がないかなっていうのも僕は考えていきたいと思うんです。それは浮遊施設だけじゃなくて、場合によってはちょっと協力してくれる市町村があれば市町村にもちょっとお願いすることがあるかもわからないし、あるいは電鉄モノレールとかにもお願いすることあるかにもお願いすることあるかもわからないし、大阪府内にいろんな公共の場所っていうのはあるので、大阪府内にいろんな公共の場所でこの素晴らしい芸術品が目に触れるようになれば、そこでお金を取らなくてもね、僕はその美術品として価値があるんじゃないかというふうに思ってますから、まあ、そういった広い視点で意見をこの専門家に求めたいと思っています。細かいんですけれども、その専門家と、府の担当課の職員で特別チームを作り上げるという、府の担当課の職員はもう事務局です。専門家第三者の専門家チームに入って意見を作ってもらって、府の職員は事務局で事務局がないと専門家チームなかなか回らないので、事務局は府の職員で作って、専門家チーム自身の答申はもう専門家の視点でやってもらえたらなと思います。美術の専門家を中心に、あとはそれ以外でも第三者的に意見してくれるところでやってもらう必要があるのかな、それが今取れる方策、僕が考えるベストな方策かな、ベターな方策かなというふうに思っています。でもちろん金がいくらでもあって美術館もう一回建てるみたいなことはもうしませんので、大阪府ではね、
美術館を建てて置いたらいいやんかっていうのが、まあ、早い話かもしれないけど、それはもうしないという前提で今ここに来てるわけで、大阪でもそこは作りませんから。じゃあそれ以外の方法で何かあるのかと、まあ、先ほど言った大阪市は当然美術館もあるし、まあ、大阪市は当然判断があるから、これは無理ですよってやったらそこまでですけれども、まあ、いろんなところに協力もお願いもしながら、この美術品が府民市民の目に触れるということに僕は価値がある、あると思いますので、その方策をちょっと府や市町村や民間事業者の枠を超えて、できないかなということをこの専門家から意見を出してもらえたらと。それが出れば、今度はまあお願いしに行くのは府の職員であったり、時としては僕もお願いすることあるかもわかりませんけれども、それをやっていくというふうに思っています、うん。大阪府所蔵の美術作品105点が地下駐車場に6年間も置かれた問題で、府は保管場所の変更や活用方法を検討することになりました。しかし、府には美術を専門とする学芸員がいないことがわかりました。この場所をですね、ある意味学芸員の指導の下で、この決定をしたと。続いては、維新の会の文化に対する考え方がわかる質疑をご覧ください。前半は日本共産党さんが、後半は自民党さんが追及しています。有害物質 PFOA、PFOS についての質疑はこれで終わります。委員長。長岡委員。次にですね、長井植物園における生態系の現状についてお聞きをしたいと思います。環境白書23ページからの自然との共生に関わるかなというふうに思います。先日、建設公安委員会で私が大規模公園の魅力向上ということで進められている指定管理者によるパークマネージメントについて質疑をいたしました。その調査をする中で市民の皆さんから長井植物園が指定管理になったことによる植物の生育や、生き物への生態系の影響について心配の声を多数いただいております。現在長井植物園では7月29日から民間事業者によるボタニカルガーデンというね、イルミネーションイベント開催をされています。通常は開園をしていない夜間を利用して開催をしているそのイベントですが、植物に、光を照らし続けること、通常は静かになる夜間に多くの人が訪れることにより生態系に影響を及ぼしているのではないかという懸念なんですね。そこでまず基本的な長井植物園の施設の概要と役割について教えていただきたいというふうに思います。長井植物園は昭和49年に開園した広さ約 24.2 ヘクタールの面積を誇る植物園であり、園内には約1200種類の植物が植えられております。太古の昔から現代までの大阪における植林の繊維を時代別に再現している歴史の森をはじめ、バラ園、アジサイ園、ボタン園など11種類の専門園などを有し、季節に応じた花々を楽しめるレクリエーションの場となっております。また、植物園内に設置した花と緑と自然の情報センターでは、市民の方々の緑化活動を支援するとともに、大阪の自然や都市緑化、園芸に関する様々な情報を発信しております。さらに、情報センターに隣接している自然史博物館を一緒にご利用いただくことで、大阪の自然の歴史を様々な観点から学ぶことができるようになっております。この長井植物園ですけれど、研究機関等ではなく、都市緑化とかね、園芸に関する情報発信など、こういったものを主に役割として担っているということです。行ったことがある方はお分かりになると思いますが、自然史博物館と本当に一体になった、植物園ですよね。もともと創立当初の狙いとしては、自然史博物館の野外展示としての役割を担って整備されたということもお聞きをしております。だからこそ、料金についても一本化をされている。大人300円、高校生大学生200円、中学生以下無料ですけれど、これ自然史博物館の値段ですね。入場すれば植物園にも、まあ裏から自由にね、入れるということになっています。で、今ご答弁にも自然史博物館と一緒に利用することで、大阪の自然の歴史を様々な観点から学べるんだというお話がありました。そのことを念頭に置きつつ、次にもう一点お聞きをしたいんですけれど、長井植物園の夜のイベントは、クリスマス期間などの短期間だけではなくって、一年中開催をしているということです。さすがに毎日毎日、夜間に、光や熱当てられ続けたら、植物も相当な影響を受けるのではないでしょうか。このイベントは指定管理者の、まあ、長井ワクワクパークプロジェクトチームと、そこから委託されている会社ですね、インターネット上での表現ではデジタルコンテンツ会社の企画提案で行われているということなんですけれど、植物の生育や、まあ、野鳥の生態系とか、いろんな生態系に影響を及ばさないよう、事業者として具体的にどのような対策を行っているのか教えてください。本事業は
長井公園の指定管理事業者が実施しており、世界各地で光のアートプロジェクトを開催しているチームラボによる、植物園内に広がる樹林や池の形状を変えることなく、光を使ったデジタルテクノロジーを活用して、閉園後の夜の長井植物園をアート空間に変えるという、常設展でございます。本事業の基本的な考え方は、四季の変化を感じていただくため、1年間を数回のプログラムで構成し、季節の樹木や花畑の特性を生かした光のアート作品展となっています。本事業の実施にあたりましては、一般来園者の植物園利用を妨げないようにするとともに、安全対策、樹木保護、野鳥の生態系の保護及び、景観に十分配慮することを条件に、本市が事業承認を行っております。事業者は本事業を実施するにあたって、樹木の伐採や移植を行うことなく、また、機器設置や配線は樹木に直接行わず、埋設によって、設置しています。また照明には光に、ほとんど熱を含まない、LED ライトを使用しております。さらに開催期間中、事業者において樹木など植物の生育状況を注視し、開花や紅葉、落葉などの時期を観察するとしています。野鳥の生態系への影響につきましては、事業者側で自然史博物館へ協力を求め、野鳥の動向を長期的にモニタリングするなど、事業の実施による影響を観察していくこととしております。話に出たモニタリングですけれども、まだ始めていない、これからやっていくということなんですね。自然史博物館に協力を求めるとおっしゃっていましたけれど、自然史博物館に確認をさせていただいたところ、企画開催前に自然の面からどうしてほしいかとか、植物、動物、昆虫などへの影響をどう考えるかなど一切聞かれていないということなんですね。また今後のモニタリングや調査においてお声がかかっていますかとお聞きしても、声かかっていないというふうにおっしゃっていました。そもそも企画の段階で動植物や自然環境の専門家が関わっていないとしたら、これは大問題だというふうに考えます。先ほどのご答弁で、事業実施にあたり植物園の利用を妨げないということ、もう二つ目には、安全対策、樹木保護、野鳥の生態系などの、保護及び景観に十分配慮するという2点を条件に大阪市が承認したというふうにおっしゃっておられましたけれど、植物の学芸員さんもおられる自然史博物館に一切の相談もせずに進めた企画で、本当にその条件クリアしているのでしょうか。実際に影響は出ているというお話なんですよ。園路をいじったために、自由に人が通っていた森の部分にここを通りましょうという通路部分ができてしまい、立ち枯れが起こっているという箇所があったり、野外植物園をねぐらとしている野鳥がもうすでに移動しているという指摘があります。私も昼間の植物園も夜のイベントも見に行ってまいりましたけれど、今ね、確かにご答弁にありました、機器設置や配線は樹木に直接行うのではなく、埋設によって設置しているという点はね、一定の配慮があるというふうには感じたんですよ。この答弁なかなか感慨深いお答えで、御堂筋のイルミネーションなどは昼間見たら街路樹に木が巻きついてるのが見えたり、配線丸見えで樹木がかわいそうだし、興ざめなことこの上ないと市民の皆さんからの指摘がありますが、大阪市も問題意識持っておられるということが確認できて一点良かったなというふうに思っています。で、話を本題に戻します。申し上げましたように、生態系への影響が指摘をされています。これからモニタリングを始めると悠長なことを言っておられますけれど、危機感足りなかったのではないですか。また野鳥だけとか植物だけとか限定的に捉えるのではなく、生態系ですからね、全体的に見ることも重要ですが、その視点も欠けておられないですか。大丈夫ですか。調査についても情報発信も事業者任せではなく、大阪市の責任が問われる事態だというふうに考えています。大阪市としては今後どう調査状況を監視をして意見を言う場をね、どう設けていくのか、生態系に影響を与えていることが、まあ、確認をされているという点もありますけれど、今後ね、確認もされていった場合には、事業者をどのように指導というんですかね、していくおつもりなのか教えていただきたいというふうに思います。富永公園活性化担当課長。植物の生育に関しましては、本市といたしましても、職員が毎月数回程度、植物園内を巡視し植物の生育に異常がないことを確認しています。さらに指定管理施設の管理運営状況などを確認するため、毎月1回定例でモニタリング会議を開催しており、会議の場合において植物の生育に異常がないか調査状況の報告を求めております。野鳥の生態系への影響につきましても、モニタリングの状況を適宜報告を求めることとしています。モニタリング結果につきましては、毎年の年度報告書に記載した上で、年度評価結果とともにホームページに公開していきます。なお、異常が見られた場合は事業者に対して直ちに対応策を求めていきます。大阪市やね、指定管理者の職員さんですかね、まあ巡回観察されていくということだとお話だと思うんですけれど、それで本当にいいのかなということですよね。必要なのは専門家によるきちんとした調査研究だというふうに考えます。また来園者が増えることは喜ばしいことだと思いますけれど、植物園の生態系が壊れるなら本末転倒ですよね。日本の
植物分類学の父として知られる牧野富太郎さんね、生誕160年ということで次の朝ドラになるそうですけれど、今こそ植物園本来の役割というのを見直して、緑化だけじゃなくってもっとね、社会教育に貢献する植物園になることが市民に期待される働きではないでしょうか。イルミネーションはあえてイルミネーションと呼びますけれど、イルミネーションは室内でも人工物にでもはっきり言ってどこででもできるんですね。しかし自然は他には変えることのできない命、生命そのものです。魅力向上というのなら、自然のかけがえのない姿そのものの魅力で勝負をしていただくことを要望いたしまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。長谷委員、大阪府ではですね、この地下通アスカと、それから弥生文化と、それからもう一個服部緑地にある古民家、こう非常にすごい施設があるんですけど、その3つをですね、一緒にしたいと。で、追加出資または地独法人に指定管理をお願いしてですね、合流したいということなんですけども、私もですね、この前博物館、地下通アスカと八重文化を見に行かせていただいたんですけど、それぞれ、特に地下通アスカはですね、非常に立派な建物でした。で、八重文化についてもですね、内容というか、これは池上曽根遺跡の隣にあってですね、遺跡、これは弥生時代の、あれですよね、資料が展示されてます。で、地下津飛鳥については古墳時代ということなんです。で、この安藤忠雄さんが、地下津飛鳥はですね、安藤忠雄さんの設計であったもので、それはもう一度見に行かれたらいいんですけど、すごいです。建設費は約77億円です。で、実は、いろいろ話を聞いたんですけれども、もう市長にちょっと直接お伺いしたいんですけども、この弥生文化博物館を管理運営する上で必要な経費が年間1億3680万。で、施設が得る観覧料収入は330万。約 2.4% で、利用者が 69,805人で、ここにはですね、博物館の有料展示エリアの利用者数のほかに、館外で行われる講演会などの参加、24,464人で、差し引くと45,000人で、地下津飛鳥はですね、経費がですね、管理運営する経費が1億4,000万で、施設が得る観覧料収入は580万と。4.1% なんです。で、利用者数は166,600人です。で、無料で入館できるエリアの利用者がですね、134,303人。で、差し引くとですね、入館者数は32,000。で、これですね、向こうの学芸員さんもおっしゃってたんですけど、これは教育施設ですというふうなことをおっしゃってたんですけども、果たしてこの大阪市のどっぽにですね、合流していいのかどうか。5%、いわゆる収入が 5% ということはね、1年間にかかった経費をですね、回収するのに20年間かかるんですよね。20年間かかる。で、このような、施設、教育施設でですね、そういうもの、いろいろ努力されてやっておられるのはよくわかるんですけれども、要するに多額の経費を要して 95% をですね、行政から委託料収入を当てている、博物館をですね、市のどっぽに当てるというのはですね、これはどっぽの目的から見てもですね、これからどういうふうにしていくのかも含めて見た場合、そんな簡単にじゃあそうですかという、これはやっぱり非常に厳しいんじゃないかと僕は思ってます。そうしませんと、ドッポの収益力も非常に大きく毀損することにもなりますし、これはやっぱり僕は府がしっかりと税でですね、見ていかれて、その施設を守っていかれるべきやと思うんですけれども、市のドッポへのこのような状況の府の施設を合流させるつもりなのかどうか、これ市長に、お尋ねしたいと思います。松井市長。それは僕が知事時代そういうことはあまり考えなかったですけどね。どうぞ吉村知事がもし考えてるならこれから話し合いしますけど、そうですね、基本的には、本市はね、4月に、既存博物館と美術館、これ5館と現在建設中の、大阪中之島美術館を合わせた6館の施設運営と経営を一体的に行い、本市博物館施設の充実、ひいては大阪の活性化、都市格の向上に寄与する施設や法人となることを目指して、全国初の博物館等を対処する、地方独立行政法人を設立をいたしました。また、独法に民間の経営ノウハウを取り入れ、機動的かつ柔軟な運営を図るとともに、市民に親しまれ、何度も訪れていただけるような博物館としていくことが重要であり、
こうした観点から日本を代表する鉄道会社を経営される真鍋氏に理事長として招聘をいたしました。まずは独歩の円滑なこの新しい大阪市の、独歩の円滑な運営を図り、府博物館の市独歩への合流については独歩の経営上のメリット、府市双方のメリットを整理しながら府と協議を進めることといたしますが、まだ協議もしておりませんから、まだ申し入れもないということで協議してないんで、田谷委員が非常にこう先手先手で非常にご心配になっていることを、それをしっかり受け止めながら、府からそういう投げかけがあったときは慎重に取り扱っていきたいと思います。知事では一切考えたことないと言うんですけど、文書でね、出資するか、その独歩に指定管理をしてもらうかどちらかでやるって文書出てるんですもん。府で、府議会で、府議会の出てるんです。 ですから今これね、本当にかなり無理だと思います。非常に収益低いんでですね、一緒にやるんじゃなくて、また市長がおっしゃったようにしっかりとね、やっぱり独歩がそれでやれるようにやっていかなければならないと思いますんで、そのことはぜひ吉村知事と話してもらいたいと思います。もう一個がね、この、服部緑地にあるすごいんですよ。これもね、これ日本の民家がですね、これ全部寄付でできてて、いろんな12施設なんですけど、それをこう移築してるんですよね。移築してで重要文化財が3つもあるんですよ。でこれなんかもめちゃくちゃ重いですよね。外台風来たら心配し、火事も心配なんですけども、そういうのも入れるとなったらかなり慎重にね、その資産を、もうこれは今公益財団法人で営業してるんですよ、やってるんですよ。ですからそんな独歩にするもんではないというふうに思いますんで、そのことも含めて市長ぜひよろしくお願いしたいと思います。この質疑から1年後の質疑をご覧ください。この11月の1日にですけども、住民投票が行われ、その結果大阪市が政令市として存続することが決定されたんですけども、そのことによりまして、去年4月に博物館美術館の地方独立法人化を図った大阪市博物館機構について、大阪市が今後も引き続き支援していく責任が生じたわけでありますけども、この市博物館独歩へ大阪府の博物館3施設を統合しようとしていることについては、独歩の経営に多大な影響を及ぼす恐れがあると考えられることから、議題外ですけども何点か質疑していきたいというふうに思います。まず1点目ですけども、大阪府の施設の収支のバランス、直近5カ年の実績の平均は、弥生文化博物館は支出が1億2379万に対しまして、入館料は409万円、地下津飛鳥博物館は支出は1億4221万円に対しまして、入館料収入は511万円、ともに施設の運営にかかる経費の 4% 以下しか稼げていないということで、ほとんどが公費で運営されているというのが現状です。2点目ですけども、今後は施設の維持し改修にかかるであろうと、施設のこの中期保全計画の概算費用ということで、弥生文化博物館と地下津飛鳥、これ99万と200万やったらいいんですけども、これ単位が1000円ついてますので、これは9億9000万円と20億円というふうな中期の経費が必要だというふうになってるんですけども、仮にこれだけの費用がかかるのを入館料だけで補うとした場合、例えばですけども、地下津飛鳥でしたら、これ丸々売り上げを払ったとしても400年かかるというふうな莫大なお金になってしまうというこの点。そして3点目ですけども、大阪府が目指している統合の時期、大阪市において議論すら行われていない。統合するについても、大阪市が合意したわけでないのにもかかわらず、大阪府は現在指定管理期間が令和5年3月末で終了することから、令和5年4月での統合を目指している点。4点目は民家集落の博物館。現在民家集落博物館は大阪府ではなく、大阪府の外郭団体の府文化財センターが所有する施設であります。自治体の設置していない施設を他の市町村の独歩に統合することは、地方独立行政法人の制度の趣旨に反するのではないかというふうに考えます。いろいろ指摘させていただきましたが、大阪府の博物館は非常に多くの課題があります。その中で大阪市の独歩へ統合を目指しているんですけども、仮に大阪市の
独法に統合された場合、大阪府の博物館のこの収益性の乏しさ、また施設の維持保全についてものすごくお金がかかると、このようなことが影響すると思うんですけども、この一連の動きに関してどのようにお考えかお聞きいたします。萩原博物館支援担当課長。委員ご指摘の大阪府博物館3施設の諸課題の1点目から3点目につきましては、設置者であります大阪府において整理解決がなされるべきものと考えております。また4点目のご指摘につきましては、本市はご質問にありました施設及び団体を所管しております地方公共団体ではございませんので、委員お尋ねの内容につきまして答える立場にはございません。大阪府が主体的に整理検討を解決すべきものとの答弁でありますけれども、大阪府がそもそもこの準備検討を進めていたのは、大阪市が廃止され特別区が設置されたことが前提であったというふうに思うんですけれども、そもそも大阪府博物館3施設の市の独法への統合は大阪府市の統合本部会議で議論されたことであり、2方の自治体において決定したものではないと認識しております。現に令和元年11月の決算特別委員会において、我が会派から松井市長に府の博物館の市の独法に合流させることについて質疑を行った際に、市長ご自身が大阪府の知事時代そのようなことはあまり考えなかった、また府博物館の市独法への合流については独法の経営上のメリット、府市二方のメリットを整理しながら府との協議を進めることといたしますが、まだ協議していないのでというふうな発言をされております。大阪市においては市の博物館、美術館が文化都市大阪の発展や市民力の向上に貢献を目指していることから、全国初の地方独立行政法人化をこの市会の場で真摯に議論し、また推進も図ってきました。大阪府が市の独法へ統合を目指している博物館は、初代自治体であります河南町や和泉市に人材や資金面の面から設置し、運営できないものを大阪府の独自事業として実施している面も否定できません。いわば地域に密着して設置運営している側面も大きく、大阪府はその責任において地元自治体とともに大阪府博物館の管理運営をこれからも行っていくべきであるというふうに思います。特にこのコロナ禍においては、まずは大阪府市二方ともにではありますが、経営の回復と経営基盤の強化に努めるべきであると考えます。お答えいたします。繰り返しになりますが、先般の住民投票の否決をもって協定書の内容を前提とした広域行政による行政施策の一元化には民意をもって終止符が打たれたというふうに認識しております。また我が会派としては、これまで大阪市民の理解のもと延々と築き上げられてきた財産を受け継いだ大阪市博物館機構への大阪府博物館の統合に対しては、何の統合メリットも見出せず、広域行政に資するということも大阪府博物館の現状を鑑みると絵面ことにしか映りません。合わせて独法の設立趣旨からも、その経営に資することのない統合には断固反対の立場を取るものであるということを前提としておきます。それでもなお統合について扱っていくということであれば、安易な統合議論を行うのではなく、繰り返しになりますが、まずは二方の経営改善と魅力ある博物館、美術館運営が行える経営基盤を固めることが第一に行うべきであります。同時に大阪府の担当部署へ、市の独立行政法人への統合ありきではなく、施設の性質等も踏まえ、地元自治体として協議も促し、経営も含めたメリットが最大限発揮できる方策は何かということを広い視野で考えるべきであるということを、局から大阪府にしっかりと伝えるべきだというふうに思います。そうしたことから、局としては現状はまだ統合議論の前提条件すら全く整っていないと状況であるという認識で行動すべきであるというふうなことをであると思います。これらのことをすごく強く要望いたしまして、この質疑を終わります。本日の委員会はこれをもって散会いたします。